延辺山寺本堂延辺山寺は、岐阜県岐阜市にある高野山新言州、純別閣本山の寺院である。三号は、岩井山。本坊と当院とは500メートルほど離れている。ここでは、本坊と当院の双方について記述する。本坊の本尊は、薬師如来。別名を、たらい薬師という。当院の本尊は、薬師如来。別名を、草新薬師という。美野四国札所であり。 延べ三寺当院は80番札所。延べ三寺本坊は85番札所。皮膚病に利益があると言われ、当院には皮膚病に効果があるという霊水がある。伝承によれば、815年、空海がこの地で霊水を見つけ、薬師如来を祀ったのが起源であるという。地元に伝わる昔話によると、805年、桃から帰国した最長が稲葉国岩愛群祝いに滞在し、 楠木で三体の薬師如来像を掘り上げた。そのうち一体が空を飛び、身の国祝いで座禅を組んでいた僧侶の前に現れたという。驚いた僧侶は像をお祀ろうとしたが粗末な、仏像しか作れず、地元の農民が用意した新しいたらいの上に安置したという。このことから、たらい薬師と呼ばれるようになったという。空海がこの地を訪れた際、この薬師如来をお祀りする寺を建立し、 薬師如来をたらいの上に安置した僧侶は空海の弟子となったという八百六十四年定学寺となる小体年間頃天然塔をわずらった小野小町がお告げにより方針、草を直すために延べ三寺に七日間こもる夢で東に冷水があるその水を体にすり込むとよいとお告げを聞きその水をすり込むと感知するこの際その冷水に 延べ三んの薬師如来を模した石仏を祀ったという。これが、当院の始まりであると伝えられている。かつては大規模ながらんであったというが、幾度かの戦火で消失する。現在の本堂は1643年、再建である。重要文化財最長が、稲葉国祝い軍の温泉の楠の木から掘り上げた三体の薬師如来像の一つであると伝承する。元来は、 岩井廃寺の薬師如来像であったという説がある。岐阜県指定重要文化財、岐阜市指定文化財、岐阜市指定天然記念物岐阜バス、岩井山笠上バス停、または岩井山笠上口バス停が最寄りである。岩井山笠上バス停から本坊までは徒歩10分、当院までは徒歩1分、三輪車構えバス停へは、高見線 N72 中納庁舎行きも通るが、 岩山か上口バス停は経由しないので注意。ありがとうございます。